ジェリーズスティッキーだ。思い出した思い出した。ジェリーズスティッキーというゲームが、こういう感じの、メタ、いや、結構似てんのかな。自分自身の中に別のエリアに入る入り口があって、これもそうだし、スキッシュクラフトとかもそうだね。スキッシュクラフトとかで、ジェリーズスティッキーとか、あの辺が、ジェリーズスティッキーに似てるなという感じがするな。このゲームのもうちょっと簡単にした版のような、倉庫版バリエーションのあるゲームなので、やってみるのも良いでしょう。ステージ数も400ぐらいあるからな。このゲーム参考にしたんかな。何がしたいんですか ?3 の9を青色にしたいとか、とりあえず青色にはしたいよな。ならないんだね。そうですね。断熱。ってことは、赤色の勢力を減らして赤色を二分割して、青色は残さないとダメなんだもんね。でも赤色を左に運んでくる方法はなさそうなさそうなさそう。いや、あるのか。青色が邪魔なんだよな。これ、最初、そうなってんのか。青色はどかしなさい。どかしなさいって言っても限度がありますわ。赤色を左端まで送って。どこに置きゃいいんでしょうね。赤色を下に送ったら青は一番上で生存できる。まあこれは無理だ。青色を引っ張ってこれればワンチャンス。青色を引っ張ってこれればワンチャンスって言いました私は。もう不可能ですよね。分かってんだよ。青色の居場所どこなんだっちゅうね。青が消えると困るんですか？多分。青がさ、ここにあっても赤色を仕込んできてしまった時点でもう消化されちゃうから、その後の展開がない。青をここに置くためには青を一旦バラバラにするのかな。青もバラしなさい。ありえるかもしんない。青が1個だけあったら増殖できるよね。どこまで？やってみないとわからないのだ。どうしようかな。どうすっかな、まあ、やってみっか。
青が1まで減りました。赤が1,2,3,4に勝たないといけないからもう無理だ。青は2残す必要がありそう。これはダメでしょう。青色の設置場所ないんだな。じゃあよくわからない。これを一番上にやった後にその後リカバリできる？ここはギリか。こうなっていると何とかはなる。3の木の出口については考えなくてよい。面白かったね。これどこ ?9 か。死にません。電気を通しません。なんか加工して上に、意味がわからんな。ちょっとね。青色を引っ張り出して、青色を引っ張り出してくれるパーツ募集中。そこから これってダメなんだな、多分この状況って上のアースに行ってもアースの外側が赤色なんだよねってことね。3の10に入ったらダメじゃん。そしたら3の10を青色を、まあ初手がわからないんでどっちでもいいや。青色なんとかするパーツってのがイメージできてないんだけど、引っ張り上げるの、こういう L 字を作成しないといけないんだよな。
宇治。当たらない。これは上にくっつかない。これはバラバラのパーツが3つあって上にくっついて、あー、この形は可能なんだ。可能なのか。これがこう来て、あとこの2つでこうなればいけるから、じゃあ今何をしましたか。くっつけちゃいけねえんだよ。3の10を上に持ち上げる手段がないじゃん。ん？ 3 の10をここでカットしてる時点でアウト？切る順番が違うか。最初にこっち、そんなことある？下のパーツ拾え。3の10破壊してもいいですかね。ダメだよな。3の10に外周が赤色じゃない状態で入り直さないといけないから、パーツは合ってるんだけど接着してしまうのでもう不可能って感じ。じゃあ俺のアプローチ間違ってるくさいな。残すパーツが違うか、壊す順番が違う。左上のダブルゼロがなんで赤いんだ。左上のダブルがなんであの色なんだろう。このパーツを残すのもありだったな。ないか。いや、3の10、いや、ありこれはありで、いや、なしか。持ち上げらんないんだよな。
いや、ありか。持ち上げらんないんだよな。いや、なしか。何言ってんの？いや、この形でもいいなと思ったんですよ。でも俺がここに入れないし。こうか。まあ、こうしかないんだよね。で、今これがここになっちゃってるから、これをここに持ってきたいんだけど、そう、このパーツ上げるためにはこれがここにひっつくとかでゲームオーバーなんだよな。ゲームオーバーなんだよな。なんか崩し方が分かってないだけなんだよな、今。割と総当たり感がある。3の10を破壊してもダメなんだけど、この状態で作れる形ないでしょ？持ち上げるためにこうならざるを得なくて、こんな物体が来たところで意味がない。左上を壊すとこうなって次の手がなくなるので終わり。ここを壊すとこれ総当たりです。さっきの状況になって、下のこのパーツを拾うために必ず上向きのフックというのが出来上がります。その形ができてもここでは使えませんよ。終わり。終わる。上向きのフックで引き上げた後にフックをもう一回解体し直してはいかがですか？そんできますか？これができてからもう一回解体。2パターンあって、3の10を破壊する方法だとこうなって、上くっついてもう意味がない。こっちを破壊する方法だと、上くっついても意味がない。意味ないでしょ。3の10を壊す方法だとこうなって、この後にもうエリアに入り直す方法はないので破壊ができないですよってなると意味がないね。で、ここを壊すと、こうなって、の前に、こっちを壊した方が意味がなさそうで、これをしました。次に、ここを壊すと、こうなって、持ち上げられずにゲームオーバーです。ここを壊すとこうなって、下のパーツを持ち上げる L 字を作らないといけないのでゲームオーバーです。持ち上げてから崩し直すのは3の10が壊れて、パーツ2つでは持ち上げられないのでダメです。3の10を壊すと上向きとこれでは引き抜けません。意味ないです。ここを壊すと意味がないです。ここしかないです。これがダメならこのステージはクリアできない。で、この状態からできることが、上向きの接着面を作んないといけないので、3の10の上のパーツはいずれ破壊するんですが、
三中に対して下のあのこの字をくっつけたくないはずなんですよ。この二人が今綺麗に分かれればよかったんじゃないのって話なんだけど、この字は右側に押せないんで、困るんだよな、それが。でもなんか見たことない形になったので、これ正解臭いね。これ正解臭いやつですね。3の字を持ち上げられませんけどね。あー終わってるわ。そっか、この形で3の字を持ち上げられないんですよね。で終わりなんだ。3の字の隣に接着物体があっても意味がないです。3の10を一番上まで持ってこないといけないんで、3の10をここでカットしたら終わりなんだな。3の10にあらかじめくっつけられないといけないんだけど、3の10にくっつけるものなんてないんですよ。3の10ここなんだから。じゃあここで切るのが不正解ってことになるんだけど、この状態でカットすると不正解。3、でもないよね。これをカットする、意味ない意味ない。あれ、なんか良さそうだったのにダメだったな。10まで来たので11に行きたいのであれば、青色を、うわこれ10解けないとダメなのかな。そんなこともないか。変だぞ、表記が変だ。どこの12？隣のエリアに行くんか。12と11を行き来できる。物体を送るみたいなことはできないような気はするんだけど、12の上、わかんない、向こうの部屋でどうやって出てくるんだろう。あ、そっか、そもそも違うわ。出口はそこなんだ。した状態は記憶してるのね。どういうことか分かってない。クイッとすると全部盤面が戻されてしまって、クイッとしない限りは、これなんでこの表記違うの？わからんね。3の11じゃない、4の11とかに飛ばされる可能性あるわけでしょ。わざわざ3のって言ってるのはなんでなんだ。
左上の階層が深くなってるわけでもないんだよね。これどういうことなんだろう。12って11の12なの？3の11の12なのこれ。どういうことなんですか。何がしたいのかわからないけど、とりあえず動いてる。3の11、左側に出てきちゃうんだよね、ここは。何がしたいのかわかんない。ダメじゃない。クリアしたら戻ってしまう？こっち側の意味がわからん。熱を通しませんよ。分かんない分かんない。どういうこと。12に下から入ってクイッとすると向こうの盤面がリスタートしてこうなる。まあでもな、地に入るとこの状態が維持される。こっちのエリアのクリア方法が全然わかんないんだけど。あ、ここじゃねえな話。12に上から入ん、あれ？これは押せないの？それは知らない。10、今俺がクリアしてないのはどっちだ？ 11 か。12に右から出てくればいいんすか？12に右から出るには12の右に入るのをここでやるでしょ。で11に入ってから12に出る。いや、じゃあなんでここ来んだ。なんで今これできんの、わかんない。なんで今これできんの。12に入って出ると出口がこっちになります。これなんでですか。左上の階層が今12
12に入って11には入ってないんだけど、11に入る時の入り口が右になります。え、何も分かってないけど、なんでこんなことになるの。ちょっと理解できてないね。説明ないのかな。ちょっと理解ができない感じです。